皆さんこんにちは、横浜リオです。今回は横浜ベイクォーターにありますカルフォルニアスタイルカフェという、まあ若者が集まるようなカフェに行ってきました。カリフォルニアスタイルカフェなんて言ってですね、もう名前からしてねおしゃれですよね。そしてね、私勝手にですね U から始まっていたので、これねユーマカフェかと思っていました。もうユーマカフェって未確認飛行物体のことですからね、申し訳ありません。そしてまあ店内なんですけれども、このようにね素敵なね、やっぱりね、やっぱ若者もね、そしてねみんな素敵ですよね、こういうさっぱりとした空間は。はい、そしてね飲み物なんかもいろんなものがあるんですよ。ボバというまあタピオカのことをボバなんて言うらしいんですけれども、ボバなんかもねとっても美味しいですし、私実はですね何度かこちらには伺ったことありまして、やっぱりねフードメニューもねおしゃれなものがたくさんあるんですよね。結構昔は混んでいましたので、まあコロナの前なんですけれども、結構並んだりしていましたけど、今回はですね意外と空いてましたね。やはり外で食べられるということもあって混んでいるのかななんて思ったわけなんですけれども、意外と空いていました。もうね魅力的なメニューがねたくさんありすぎまして、選ぶのなかなか大変だったんですけれども、ね今から注文していきたいと思います。こちらね水はフリーでいただけます。はい、こちらはですねツナメルトパニーニと言いまして、あったかいねホットサンドなんですけれども、ツナがねたくさん入っていてとっても美味しい一品でした。こちらのね付け合わせにありましたこのポテトなんですけど、これがねハーブの塩なのかな、でもね生のハーブを使っているような、まあ乾燥か知りませんけれども、このねポテトがねとっても美味しかったです。はい、そしてこちらはですねサラダのトスターダというものなんですけれども、大きめのですねトルティーヤが、まあお皿の感じになって、まあ揚げてありまして、でこの中でまあ崩して、このねトルティーヤも一緒にいただくという、まあとってもねボリュームのある一品なんですけれども、こちらがですね私前回もなんかいただいた時にね本当に美味しくってですね、なんというかねもうメキシコの感じですよね。こう若漏れと、あとこうまあチキンとトルティーヤ、そしてねチーズと来てますから、これはもうねメキシカンが大好きな人はねもう最高な一品なんじゃないでしょうかね。この周りのですね揚げたトルティーヤがねサクサクとしていて、そしてこれがね相まってとってもね全部みんないいお仕事をしてるわけなんですね。とってもね美味しい一品でございました。はい、続きましてこちらはですねアースコーヒーチーズバーガーと言いまして、これがですねこちらのお店の中でもまあおすすめメニューだそうなんですけれども、こちらね普通のまあハンバーガーにアボカド、グリルしたアボカドですね、グリルっていうかねこれねただ焼いた本当にオーブンで焼かれたアボカドみたいな感じだったんですけど、そしてねまあコーヒーパウダーが乗っているわけなんですね。これねまあおすすめメニューという割にはですねちょっといまいちね私にはこの美味しさがですね、まあ、ちょっとよくわからなかった。これはね思考の問題ですので、まあ好みの問題かすいません。なんともねちょっとねまあ分かち合えないというところでしたけれども、まあこれね運ばれてきた時にですねちょっとね今まで嗅いだことないような香りがしたんですね。これね原因はまあこのアボカドだったんですけれども、このねただ焼いただけのアボカドっていうのは今まで匂いをね嗅いだことないようなまあそんな不思議な香りがしたわけです。はい、そしてこちらはですね最後に持ってきていただいたんですけれども、クリームバナナワッフルですね。これやめとこうかなと思ったんですけど、やっぱねこれにね目がいっちゃうんですよね。これはね期待を裏切らない世界共通ソースのまあチョコレートだったわけなんですけども、ねこれはまあ期待を裏切らないとっても美味しいものでした。美味しかったです。はい、そしてこちらはですね今現在シラトンに飾られているかわからないんですけれども、ですね山形のね慶応桜というね大変素晴らしい桜がありました。こちらのね桜ね大変立派なものでしたので、ちょっとね時期はあれですけれども今載せてみました。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。